やる気があるか。皆さんごきげんよう。今日もゆうとキヨピーチャンネルのお時間がやってまいりました。皆さんお待ちかね、ゆうとキヨピーチャンネルの時間がやってまいりました。今回はですね、前回の動画の引き続きになっております。ついにスイープとスポーツが交渉しましたという動画の続編になります。バトルシストが稀に効かなかったという件の報告をさせていただきます。まあ、あれにちゃうで、常にやる。あ、常にその前に一つお詫びしたいことがあります。動画の内容でカーディーラーの方に、強気で突破をしに行くというふうに発言をさせていただいたんですけれども、実際はですね、不具合の報告と、まあ、お見積もりをさせに行っていただいただけで、決して悪質なクレーマーみたいなクレームをつけに行ったわけではありませんので、ご安心ください。そんなにバカではありません。僕のちょっと性格していただいてる方ばっかりやと思って、なんか勝手に自分の思い込みでちょっと面白いかなと思って言って、言い方を面白くしようと思って言った結果がちょっと誤解を招いたんやな。そうなんです、はい、すいませんでした。単にお見積もりと不具合の報告をしに行きまして、ちょっとその結論ですけれども結論が先に言いますと、ステアリングの圧死交換ですね、圧線交換でステアリング本体で10万円以上の価格あるというお見積もりをいただいたんですけれどもね。10万円はきついな。10万円きついですね。まあ、だからちょっと今回は交換修理っていうのはちょっと見送って、自分でちょっと分解修理をすることにしました。その時にウェブで検索して、民からのところでスイフトスポーツのカリスマ的存在の方とコンタクトを取ることができたんで、その方にもう同じような不具合があるっていうことで、対処方法とかその後の対応の方とかもいろいろ相談させていただいて、それ今回の動画にすることにしました。その説で本当にありがとうございます。ありがとうございます。丁寧なコメントとかいただいて、ちょっとお名前出したいぐらいなんですけれども、やっぱりちょっとプライベートなこともあるんで、ちょっと今回は させていただきます。優しかったね。びっくりした。その前ですね、ちょっと10日ほど休んでいただきましたんで、動画を10日ほど休業させて普通に喋れって言ってるやろちょっと休業させてもらったんですけどもね、風邪ひいてましたちょっときつい風ちょっときつい風やったな。実はうちにテレビがなくて情報がわからないんですけどもなんか知らないですけど、きつい風邪ひいた、聞いて電話したら10日休んでくれって言われて、なんかこっちゃ分かるんですけど、とりあえず10日休んでました。テレビがないから情報が分からへんな、ということで、まあ、さておき、まあ、3万キロちょっと、まあ、保証期間が過ぎて故障したからね、まあ、しゃあないっちゃしゃあないですよ、正直な話。まあ、自分の責任でもあるんですね。まあ、オートマ自体が壊れたわけちゃうから、まあ別にな、命に関わる不具合ではないからな。そうね、ちょっとで潰れるとは思わへんかった、正直な話。まああれか、でもな、俺も飛行機の品質管理とか整備とかしてたから、ものづくりに対する考え方がやっぱ自動車関係とはちょっとやっぱりギャップがあったから、僕もちょっとええと思っちゃったから、よくないんやろうけどね。まあでもな、今回のことで勉強になったやん。勉強になった。前のモデルからも結構この部品壊れるって言われてたんでね。で今の車になってもポン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 ってもう壊れるわけよ。でもステアリングのパドルシフト壊れるって検索すると、まあ大体スイスポーツとスポーツのことが結構メインで出てくるわけで、でまあ日産の GTR とか、三菱のダンサーエボレーションとかのパドルシフトで潰れてる、正直あんま聞いたことがなくて、まあそれは値段、向こうの車は値段が高いから耐久性もあるんやろうけど、まあ、これだけ前のモデルから不具合が出てるのに改善要求がされてないのかどうかわからないけど、改善されてないっていうのがされてないし、今後も改善するつもりがないような感じやから、メーカーの話で聞くと言ってた、初耳ですって言ってたもんな。そうそう聞いたことないです、そんな不具合って。そうで、スズキの方のメーカーの方にも確認してもらっても、その回答では報告されたことないって言ってたけど、インターネットで調べてるとな、その不具合検索でヒットするし、で国交省のホームページの不具合報告検索の方にも 2,3 個出てたからね。それでメーカーが知らんっていうのはちょっと考えられへんね。
それは何でかっていうと、うん、やっぱりそのそこを理解せなやっぱダメよね、消費者っていうのは。そのおかげでやっぱり200万を切るような値段で車新車買えたってことになるからな、うん、こんな話しようと思わないけどな。そう思うんだよね。まあ、ということで、まあ、今回はいろいろ喋りたいことあるんですけれども、とりあえず、分解整備の様子を動画で撮りましたので、ぜひ最後に見ていただければ嬉しく存じます。万が一同じような症状のある方は、まあ、DR に行ったら10万円で既に交換していただけるんで、まあ、ぜひそちらの方を開発していただきたいと思います。これを分解整備すると本当に無償修理とか、まあ、受けれなくなってしまう可能性もありますので、自己責任、自己責任ってなってしまいますから、うん、まあ、ぜひともそのメーカーに行って10万円以上の修理費を払って交換してください。そうすることによってメーカーが儲かるんで、またその、ね、車の開発とかもいい車をお安く作ってくれることになりますんで、うん、バンバン壊してバンバン修理してくださいということです、結論は。だから僕みたいな勝手に自分で直したやつはかけてメーカーとしたらうざい客なんですよね、はい、まあ、そういうことはさておき、はい、ということでスタート。ゆいっぺし不在のため左手で撮影をして右手のみで作業しております。映像のブレや作業の手際が悪いことをお詫び申し上げます。ご了承のほどよろしくお願いします。スタビドライバーのような短いプラスドライバーでパドル部分のビスを外します。パドル部分をゆっくり優しく力ずくで取り外します。かなりか細い爪で止まっていますので折れないように注意して取り外します。パドル部分を取り外す際にステアリング周りがばらけてしまわないように注意します。コネクターを抜き取ります。これよりパドル部分を分解し清掃を実施します。今度回らへん。精密ドライバーでは細すぎて力が入らず回りませんでした。精密ドライバーに滑り止めのために輪ゴムを巻いて回してみました。回ら回りませんでしたということで、僕の手を使うことにしました。実際に作業するときは適正工具を使いましょう。危険です。作業しにくいです。そして危険です。この黒くなった部分を取り除きます。接点復活剤を綿棒につけて患部をこすってみます。まずはスイッチ側です。続いて基板側です。全然綺麗取らへんで。接点復活スプレー。もう全部何も言ってないな。もう結構昔からよ。うん。航空機の電子整備してる時はようこんなんあったからさ。なかなか黒いのが取れないのでワイヤーブラシでこすってみます。生でいいか。なかなか黒いのが取れないのでマイナスドライバーで削ってみます。
お、取れた取れた。取れました。ほら。いいのか悪いのか悪いけど。もう潰れて潰れてしゃあないな。そんな削ったりせなあかんほど汚れてる？いや分からん。だってこれぐらいのあれで全然効かへん。あれやろ。ちょっとなんかカチカチっていう感じが特に変わりない。これがめっちゃ硬い。これが無理、これで回らない。これが。あ、危ない。ゆいっぺしに手伝ってもらいました。ありがとうございます。よし、オッケー、これで。あと直してくるわ。取り付け作業におきましても、ゆいっぺし不在のため、左手で撮影をして、右手のみで作業しております。映像のブレや、作業の手際が悪いことをお詫び申し上げます。ご了承のほどよろしくお願いします。うわ見てこれ、見たらめっちゃ綺麗。うまいな、綺麗な。わーすごい、癒されるな。頼みます。このまま走ってったらいい。うん、よし、そろそろバーンやってみる。何を、バーンやるほどの何ってないって今後ろに車も。あ、そうそう。いい？行くよ。うん、聞いた？聞いた、一発聞いた。おーおーおー、ガンガン聞いてるじゃん。おおすごいね、これ反応は。アップボックスって OK やね、全然いけるね。あ、よかったな、よかったな、完全これで最高、当分大丈夫や。あの、ミンカラで教えていただいた方のおかげで治りました。あ、教えてもらった。うん、あのコメントすごく丁寧にいただいたんで、ありがたいです。優しい人はいっぱいおるな。びっくりするぐらい優しい人やったな。今後どうなるかはわからないけど、また同じように仲良くなったりする。もちろん、なんかあんなったりすると思うよ。そりゃ、また同じぐらいでなるんじゃう？こんなん、車のさ、ことはあんまり知らへんくてさ、うん、こういうの聞かへんようになって、で、依頼って10万円とかって、そういうことよ。全然払ってる人もおるってことよ。もちろんおるよ。こんなんな、うん。まあ、それがまあまあ、あれ、じゃない。儲ける手段やろうから、唯一の。こんだけ安いからな、車が。いや、でも、まあ、それでも、とりあえず良かったね。良かったね。バン。おお、確実に聞いてる。一発で聞いてるね。うん、こと、まあな、こう今回このちょっとこう誤解を与えるようなものの言い方をしてしまったのはな、あの、あかんかったよ。その突撃やったっけ、なんて。あの時そう、そんな言い方したのはあれやったかもしれんけど、でもそんな、そういう、あの、大きな誤解を与えるような、こうなんか
ていうか動画の中身見たらそんなことないしな。だからその何言い方をしてしまったのはあれはなんかまあ一個反省点としてはあるかもしれへんけどな。そんなもんよ今回の落ち度は。うん、それ以外はもうぐじぐじ考えない。わかった。わかりました。